どんちゃん、どんちゃん、お猿さんだよ。違う。どんちゃん、どんちゃん。どうも、皆さんこんにちは。ぎこちゃんです。そして、どんびせです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あらららどんびさん、そう、推しの子のさ、うん、歌歌って、ちょっと。知らないよ。推しの子の歌。推しの子の、知らない？ムッテキーノって知らない？最初のオープニングのやつね。そう。ムッテキーノ、ハゲ散らかすメディアだっけ？ふざけんな。あ、それ、どんぶりさんの歌か。あ、ごめん、間違えた。それ、替え歌だよ、替え歌。替え歌なんだ。やべ、それ。じゃあ、どんぶりさん。推しの子知ってますか？推しの子ね、知ってるよ。あ、ほんと？うん。どれぐらい知ってんの？じゃあ、ちょっと待って。左から順番に教えて。左は何？左は、なんだろう、うん。これ外したら、ほんとにもう、ね、わかってるよね。もう、推しの子ファンが、に押し寄せて。ふざけんな。で、どんぶりさんを多分襲撃すると。これ宝石の名前だった気がするんだよ。ルビーだ、ルビー。正解。じゃあ右は？アクエリアス。アクエリアス。アクエリアスね。アクエリアス。正解。アクエリアス。赤。赤。正解。うん。じゃあ、左にスライドして。あ、それ誰？これ赤でしょ。じゃあもう一回左にスライドして。それ誰？これ、なんとかちょ。ネブチョ。お、すごい、知ってんじゃん。正解。これで、どうにか、推しの子ファンからの襲撃は、なくなりました。どんぶりさん、助かりましたね。はい、助かった。さあ、本日なんですけど、推しの子ガチャが来てるということで、うん、星野愛はどうした？買ったよとして。買ったよ。買ったんかい？なんか、うん、噂がめっちゃあったからさ。そうなんだ。あれめちゃめちゃ強いんだよ。ぶち壊れてるかって言ったらぶち壊れてはいないんだけど、普通に汎用性が高く強い。ルシファーとはまた違う使い方ができるルシファー。なるほど。うん、ジェネリックルシファーです。ジェネリック。パワーのジェネリックですね。はい。そんなわけで、推しの子ガチャ、引いていきましょうよ。引いていこうね。300個も溜まったんでしょ？ 300 個も。じゃあ、どんぶりさん、推しの子コラボを引いていく？いく！じゃあ、引いていきましょうか。はい、星玉も溜まるしね、そもそも。そうだね。うん。うん。いいよ、任せた。進行を任せたよ。徳玉ちゃんからね。徳玉ちゃんからね。二つあるんだね。二つあるね。昨日一個手に入って、今日も行くもんね、うん。そうだね。はいはい、はい。二連続。最初。そうそう、話はちょっと一瞬変わるんだけど。うん。あ、うん、あ、星4号か。星4号だね。うん。ああ、これ名前は何？これはあかんねえ。あかれちゃった。あ、正解、あかれちゃん正解。すごいな。もうそれは分かるだけで十分よ。わあ、あかねちゃん名前も喜んできちゃったよ、またおい。ふざけんな。くんじゃねえよ。あ、そうそうそう。ちょっとガチ引く前にちょっと説明したいんですけど、今日の動画のタイトルでもあると思うんですけど、なんと、あの仕様が、サイレント消滅したらしいです。ガチャのあの仕様が。これ何かっていうと、知ってる知ってる。わかってる？言ってる？言っていい？いいよ。ガチャの端っこのあれがサイレント修正されたんじゃないの？鼻の上のやつでしょ？そう。そう。昨日多分編集してて分かったと思うんだけど、最後の方でさ、俺、確定演出来たじゃん。限定演出。あ、そうだよ。そう。うん、来た来た。あの時ね、鼻の上になかったんですよ。ほぼ確定で毎回あったんだけど、これね、うん、サイレント修正されたらしい。そうなんだ。あの仕様が。はい。多分知らない方多いと思うので、ね、今回の動画でちょっと共有させてもらいますが、まあ、気づいた人すごいね。うん。まだちょっとね、噂レベルなんで、まだ鼻の上のね、チョコンあるよって人いたらコメントで教えてください。お願いします。はい。というわけで、本番ですね。本番。うん。生本番です。生本番中ね。うん、10連目か。いや、いきなり当たっちゃうんじゃないの？ガチャ。レッツゴー！来い！ 10 連目ね。こないだね、こけたもんな、ぶっちゃけ。こないだ日を楽しかった。なんだっけこの間のコラボ忘れちゃったけど。なんだっけあれだ。あれあー、2周年目か。はいはい。あ、メモちゃん、ね。メモちゃん。メモちゃん。はい、うん。こっから止まればだね。メモちゃんばっかだな。ナイス！メモちゃんばっか。ありがとうございます。あ、次。次。レッツラゴー。来い。おお、吐き出した後に星の愛出てくる可能性あるもんね、確か。そうだね。うん。カットインがね。カットインだ。激アツカットイン。あ、止まった。終わりましたね。誰や？誰だよ。誰だそれ。ふざけんなよ。そいつ。腹立つ顔してんな、紛らわしいやん。紛らわしいよ。なんだこいつだけ。キラキラ、キラキラしやがった。ニューじゃねえんだよ。ねえ。
どうだ、なんか来てる、何も、何も来てない、何も来てない、うん、理性じゃねえかよ。はずれ。はずれ。あと40ライブでも。来い。あ、あ、来たよ。さあ、3分の1で努力当たるぞ。アクアかルビーか。もし誰だっけ、か、か、かなちゃん。かなちゃん。うん。重曹ちゃんね。重曹ちゃん。うん。生産カリちゃんって誰でしょうか。そんないねえよ。いや、江戸川湖なんだよ。関係ねえ。ああ来た来た、重曹ちゃん。重曹ちゃん来たよ。話していただきたい。ピーマンのダンスの子でしょ、これ。そうで。あ、あ、ちょっと待って。いや、神引きすぎるわ。ちょっと待って。来たねー。ルービー当たってんじゃん。ああ、いや、来たじゃん、最後。来たね。かっこよく来たな。うん。すごい。3枚引き。アクアだけだ。あとアクア、そうだね、アクアだけだ。え、今回相性いいんじゃないの。そうだね。ふざけんな、ほんと。あ、やめろ、それ。ふざけんな。今のとこカットだよ、もう。やめて、ほんとに。お、おっと、おっとっとっと、夏だぜ。 あ、でも。ここ2枚、いいじゃん。ここに、2枚引いてみてかい。いいね。いいね。あと20年。あと20年ね。うん。ここまでいけるかな。ストライクショット。確定が1回しか来てないね。じゃあね。ちょっと寂しいな。花火もないね。花火もないね。髪の毛もね。あるよ。ある。あー、待って、やばいじゃん、これ。あー、誰そのおじいちゃん。おじいちゃん。じいさんダメ。じいさんダメ。ラスト。来たろ。ラストシューティング。どうだ？来たろ。運転室はこっからカットインが来ない。来ない。ない。これは厳しい。わーお、でも神引きだ。3体引いて。はい。誰って。というわけで、どんぶりさん。なんだかんだ5つ、うん、アクア以外、全部当たりましたね。うん、そうだね。素晴らしい引きだと思います。前回よりも全然いい引きだと思います。うん。うん、どうですか感想としては。アクアが出なかったことはアクアが使えるってことだよね。いや、そんなことでもアクアはね、もうすでに使うとこが、うん、わかんない、使えるかもしれないよ、としたら、そう、ひょっとしたら使えるかもしれないけど、うん、次の超究極、うん、次第だな、はい、当たってよかったです。よかったです。1たす1は3。見てくれてありがとう。見上げてごらん、空にぎこちゃんの花が見えるだろう。君の笑顔が胸に広がる。世界の流れが感じられる気がする。君のゲームはここにある。離れていても君は心に、そのぬくもりすぐそばに。どこにいても感じるよ、君はいつもここにいる。空いた時間にゲームをしよう。流れる時は抗えず、それぞれの道を歩いても変わらないものが